国鉄機、ハ5 8系機動車、フレアイ3、インキロ59、506キロ29 50、503。フレあイ3陰は、日本国有鉄道及び、西日本旅客鉄道が1986年から2008年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。3陰地区で、お座敷列車を運行するため、米子鉄道管理局で1983年から、 開発が進められ、1986年に落成した。山陰地区では、非電化区間が多く、また機動的な運用を可能とするため、キハ58系、機動車を改造した三両編成とし、基本的には和室を主体としつつ、若年層向けに洋風和室や洋間をも設けた車両として開発された。改造工事は、後藤車両所により実施されている。愛称名の、 触れ合い三員は一般公募によっており、降り注ぐ太陽と参院をかけたものである。以下の三両編成で構成される。車両番号の横の内は、旧車両番号。三両とも定員は36名で、グリーン車扱いである。車体側面では、前くらいの出入口扉と、戸袋窓、最後部の客室窓1枚が塞がれている。これにより出入口は、 後方の一箇所のみとなっている。また中間車の二号車では、中央部の窓三枚が従来に比べ左右方向に拡大され、連続窓となっていたが、晩年は元に戻されている。車体の字色は、クリーム12号とし、側面には、車体全体にわたり、サインの文字を入れている。このロゴの色は、サイン本線基準で、山側が、新事故に沈む夕日をイメージした赤11号。 海側が日本海をイメージした青20号となっている。また車体裾部に山々の緑をイメージした緑14号の帯を入れている。各車とも車体前面は大きく改造されていないが、先頭車では貫通扉の倉下にヘッドサインを設置している。改造主車が後期製造のモデルチェンジ車であるため、運転室前面窓が側面まで回り込んだパノラミックウィンドウで、 前面下部にスカートがついている。前面の帯の色は側面のサインの文字と同じく山側が赤11号、海側が青20号である。なお2号車は中間車であるが、運転室、運転用機器はそのままとなっている。運転台の向きはキロ59505と同じ。車内は両端の1.3号車と中間の2号車で大きく異なっている。一号車、 編集1号車は運転室よりの車端部を除き、一旦に通路を設けた畳敷きの和室となっている。通路の畳は跳ね上げ式であるが、畳の跳ね上げは従来と異なり、スライドヒンジ式となっており、鎖などの固定金具類をなくしている。また座敷側の畳の下に、防振ゴムを入れ、あらゆる方向の揺れを軽減している。通路よりの座敷下には、下足入れを設けている。 客室の最前部の約4メートルの区域には洋間を設けている。洋間は絨毯敷きとし、ソファとテーブルを設置している。和室と洋間の間は仕切り壁は設けず、プランターボックスにより簡単に仕切っている。天井は木目化粧板を使用した船底型の天井とし、従来の冷風吹き出口の間に吹き出し口と似た形の道具カバーを設置し、その中に蛍光灯。 スピーカーなどを収め、冷風吹き出口と、道具カバーが一体的に見えるような形にしている。窓の日よけは、従来のロールアップカーテンに変わり、和室部分では、横引き式の障子が、洋間部分では、横引きカーテンが取り付けられた。客室最後部には床の間を設け、ここに、カラオケ機器、ビデオ、モニターテレビを設置している。床の間と、便所。 洗面所の間には冷蔵ケースを設置している。洋間と運転室の間には更衣室と物置を設けている。2号車、編集2号車は洋風和室となっている。2号車では、便所、洗面所を撤去して客室を延長し、中央の連続窓の部分約4メートルを絨毯時期の洋間とし、ソファとテーブルを設置し、窓に横引きカーテンを取り付けている。 洋間の前後には1号車と同様の畳敷きの和室を設け、窓に障子を取り付けている。2号車では洋間部分の通路の絨毯も和室と床の高さを揃えるため跳ね上げ式となっている。天井は照明灯と冷風吹き出口を覆う、形の吊り下げ式の二重天井となっており、1.3号車とはデザインが異なる。運転室後方には更衣室、物置を設け、 客室の最前部にカラオケ機器、ビデオ、モニターテレビを設置している。客室とデッキの間には冷蔵ケースを設置している。物置の中にはサービス電源用のサイリスタインバータを設置している。3号車、編集1号車と室内の基本構造は同一で、あるが編成を組んだ際に通路の位置を合わせるため、床と通路との位置関係が1号車と逆になっている。 また、障子枠のデザインなどが異なっている。台車、走行機器は変更されておらず、従来の DT22CE 型台車、d m h 1七7 h エンジンのままである。冷房装置、冷房電源も従来の AU13、A 型分散式冷房装置、4VK 発電用エンジン DM83、型発電機のままであるが、先頭車の1.3号車では、 最後部の冷房装置1台が撤去された。落成後、米子機関区に配置された。1986年4月11日に、米子駅で出発式を実施して、試乗会を開催し、同年4月15日より、営業運行を開始した。国鉄分割民営化後は、JR 西日本米子支社に承継されている。1987年に同じくキハ58。 警戒像の和式機動車、この穂の3員が落成した後は、触れ合い3員と、この穂の3員を並結して4から5両編成で運行されることもあった。キロ59506と、キロ29503は2007年7月6日に廃車となった。キロ59505はその後も、この穂の3員と編成を組んで運用されたが、2008年7月に検査期限が切れ、 同年11月17日に廃車となった。さらに翌年1月に車両事故を想定した救助訓練に使用され多くの部位を破損し、そのまま2月に解体された。ありがとうございます。